とうございました。はい、こんにちは。今回はアマチュア時代金メダルを獲得しましたが、プロでは強打者に形容され世界王者になれなかったボクサーを紹介いたします。ファンスン・キム。キム・カンスンはアマチュア時代142勝6敗の戦績を誇り、1988年ソウルオリンピックをはじめ9つの国際大会で優勝した才能あふれるボクサーでした。2年間のブランクを経て1990年にプロデビューしたキム・カンスンは5戦全勝し、わずか6戦目に WBC 世界ライトフライ級王者ウンベルト・ゴンザレスに挑戦いたしました。当時ゴンザレスは33勝1敗の戦績で安定王者でしたが、キム・カンスンは得意の接近戦に持ち込んで回転の速い連打を放ちペースを握りました。しかし王者ゴンザレスは終盤強いプレッシャーから連打を集め、徐々にキム・カンスンを弱らせて12ラウンドについにダウンを奪いました。起き上がったキム・カンスンに王者ゴンザレスは襲いかかり、安定王者対元金メダリストの戦いに終止符を打ちました。逆転負けを喫したアマチュアエリートのキム・カンスンは敗戦の1年後に強打の WBC、IBF 世界ライトフライ級王者マイケル・カルバハルに挑戦いたしました。王者カルバハルは28戦全勝 16KO の戦績で、 IBF 世界王座が8度目の防衛でライトフライ級最強の王者なのです。迎えた第7ラウンド、王者カルバハルの強打が爆発し、強烈な左フックでキム・カンスンは倒され、執念で起き上がりますがリチャード・スティールが戦いを終焉させました。あれ見せて自慢してましたけど。ヘンリー・ティルマン。ヘンリー・ティルマンはアマチュア時代にあのマイク・タイソンを2度も破った天才ボクサーでした。タイソンとの試合では2メートル近いリーチから繰り出すジャブで翻弄し、見事にポイントを奪って勝利いたしました。タイソンを破ったティルマンは1984年ロサンゼルスオリンピックで見事に金メダルを獲得いたしました。しかし、ティルマンはプロ入りして1年半の時にバート・クーパーにプロの洗礼を浴び、その後、イベンダー・ホリフィールドの持つ
WBA 世界クルーザー級王座に挑戦いたしますが、ホリフィールドにめった打ちに遭い、7ラウンドに KO されました。マイク・タイソンが東京ドームでジェームス・ダグラスに KO 負けしたのですが、タイソンの再起戦の相手にティルマンが選ばれました。アマチュアではティルマンが勝利しましたが、タイソンは6年前とは違い、ティルマンのジャブでは止まらず簡単に距離を潰し、そして一発でティルマンを破壊いたしました。軽快なフットワークから鋭いジャブを繰り出すスタイリッシュな長身のタイレル・ビックスはアマチュアで108勝6敗の戦績を誇り、1984年ロサンゼルスオリンピックスーパーヘビー級で金メダルを獲得いたしました。オリンピック後11月にプロデビューし、私生活の問題や試合中に鎖骨を折るハプニングを克服し、15戦全勝して当時無敵を誇っていた世界ヘビー級統一王者マイク・タイソンに挑戦いたしました。序盤タイレル・ビックスは軽快なフットワークでタイソンをさばき、速い左ジャブを突き刺しました。しかしタイソンは徐々にアジャストし、速い踏み込みで距離を潰し、元金メダリストにダメージを与えていきました。迎えた第7ラウンド、タイソンは接近して強烈な左フックを叩きつけてダウンを奪いました。起き上がったビックスに統一王者は左右のフックで再びダウンを奪い、レフリーが戦いを終焉させました。